デジタルティーリーグ、それがベースにあった上でじゃあ何を狙えるか、ええ、どこでどのタイミングでどのボール打てばいいかをこう考えながらやってるわけですから、まあもちろん2は素晴らしい今日プレーを見せていただいていいラリーですけども、それを全部応えていくジオニスもすごいですよね。まあ確かに年齢のことなんか考えると、あそうですね、法院長もいいとしてあのジオニスよりも上ですから、それ考えるといやパットマンは結構頑張りますね。頑張るというか、あのなんかジオニスも若い時よりも今の方が強いような感じがしますね。まあもう4大会もオリンピック出てますから、ずっとトップレベルであることは間違いないんですけど、アテネオリンピックからずっとアテネ、北京、そしてロンドン、リオと4大会連続してオリンピックに出場しています。さあ6オールからのスタートになります。ファイナルゲーム、1年前に3対0でジオニスに敗れた時の庭とはやっぱり違うということですね。では、うん、わいやどっちが勝つか本当に分かりませんが、このカット、まあ、ちょっと、ね、浮いちゃいましたけども、はい、よくね中国のトップ選手なんかもあれをパンとネットミスしたりとかする場面をよくね、見るんですけど、ジオニスはすごいパワーですね。うん、バックカットです。お、わまあやはりジオニスもバックカットしてるときはいいんですが、フォアになるとやっぱりちょっと若干確実性が落ちるという感じになりますかね。いやそんなこともないんですけど、そんなこともないですもん。今のはもう本当に庭が途中でミスしそうなところもですね、本当にもうボールがラバーに吸い付くような、まあ、そういうこう安定性のあるプレーを見せましたね。これですよ。まあ、ネット際に落としたボールを、まあ、とにかく疲労をストップしようというジオニスだったんですが、オーバーしました。さあ、2はあと2ポイントで勝ちが決まりますが、おお、あと1ポイント。1年前の雪辱出すかというところですが、アウトになりました。丹羽が勝ちました。そしてこの瞬間に、岡山リベッツのこの試合での勝利が決まったということになります。いやなんか丹羽、まあなんていうんですかね、